内田彩 J カントリー。皆さんこんばんは、内田彩です。さあ今週も始まりました、内田彩 J カントリー。この番組は私内田彩が楽しいトークと素敵な音楽を KBS 京都から生放送でお届けする30分でございます。今週もこの方が早速ですけれどもお見えになっております、私のプロデューサーでありギタリストのジョー山中さんでございます。はい、こんばんは。山中です。こんばんは、はい、ジョーさん。先日は名古屋ライブ、よかったですね。いっぱい来ていただいて、バレンタインのね、はい、ワンマンライブさせていただきまして、はい、まあ今度は今週の日曜日は京都なんですけどね、京都ね、来てくださいね皆さん、ね、はい、あるんですけれども、名古屋終わりましてね、あのジョーさん漫談の CD 売り出したじゃないですか。あれ結構人気あるみたいですね。私の CD より売れるってどういうことですか。いやいやいや、あれは初めて出したからね。ね、まあそれぐらい皆さん大盛況でございまして、いろいろねメッセージも来てまして、ラジオネームイージーライダーさん、あやさん、ジョーさん、こんばんは。先日の名古屋ライブお疲れ様でした。楽しい時間でした。バレンタイン選曲、ジョーさんの漫談も最高でしたよ。漫談 CD 車で通勤時に聞いてます。車の中で爆笑しています。事故しないように運転します。あやさんチョコもゲットできてよかったです。あ、笑いすぎてね、危ない事故して、あの僕訴えないでくださいよ。危ない、まあ、皆さんあのそれぐらい笑える、CD、まあ、これはねライブ会場しか手に入らないので、また今週の日曜日、そうそうそう、モダンタイムズランチライブ、あくまでもグループ的な存在ですから、まあね、はい、やっぱり内田彩の歌が何て言ったっけ、今夜も冗談 with 彩内田でちっちゃく、まあちょっとあの歌の間にちょっと張るというのを集めたもんですから、ベストセレクションですからね、はい、10人は入っておりますけれども、まあまあそんな感じでもう盛り上がってバレンタインライブ終わりまして、はい、日曜日次京都ありますのでね、はいはい、お待ちしております。ということで今週もね生放送でお届けしておるんですけれども、今週のメッセージテーマはね、もう盛り上がってますね、オリンピック。あ、今ね、うん、はい、毎日盛り上がっておりますけれども、はい、今日のメッセージテーマもまさにこれです。オリンピック見てますか、オリンピック見てますか、もうこのまんまでございまして、はい、まあ、皆さんの注目競技だとか、うん、思い出のこのシーンとかね、すごい人もいますねやっぱりね。もうなんかやっぱ、うん、どうしてもやっぱあの羽生くんの話になってしまいますけどね。彼はもう先天的な努力もあるやろうけどもね、もう素晴らしく天才ですね、才能ですね。でドラマがすごいですよね。彼ならね、イチロー君みたいに40歳までいけるんじゃないかと思うね。すごいですね、40歳でもこの4回オリンピック5連覇ぐらいいけるんじゃないですか。それ笑い事じゃない。レジェンド、レジェンドですね。もうスケートするためには僕は生まれてきたって言ってますからね。ドラマみたいな話やったけど、あの三浦和也なんて50でもやってますからね。あ、まあ、そうですよね、はい、レジェンドですね。そういう時代ですからね。私でも2位 の宇野くんも好きですけどね。あ、銀メダルの彼も38ぐらいまで行くんじゃないの。まだまだ微妙なその年齢でありますけど、はい、まあ、そんな感じですね。オリンピック見てますかっていうテーマでいきたいと思います。メールアドレスはaya@kbs.kyoto、 全部小文字で aya@kbs.kyoto、 ファックスは075-431-2300 075-431-2300 番です。たくさんのメールファックスお待ちしてますね。メッセージ送ってくださった方の中から毎週抽選で3名様にラッキーペニーキーホルダー、そして BS ファインのサンプルリストバンド入りパンフレットセットにしてプレゼントいたしますので、住所、お名前、お忘れのないに書いて送ってきてください。さあ今日もねスタジオ生演奏、ジョーさんしようかなと思うんですけど、はい、先週もねカバー曲やりましたけど、はい、今週もちょっとまた、まあ僕がいる時にねしかやりにくい、まあ、生演奏できないですからね、ジョーさんということはやろうかと、ね、で今度あのカバー曲もたまにはね何曲かやりますから、今度のあれもね、あ、そうですね、はい、バレンタインライブもね、はい、今日はちょっとそんな曲をちょっと一曲やろうかな。これはね一番初めにあいちゃんとやった、そうそう、デビュー前からちょっと、いやこれは一番初めにあいちゃんとやった曲なんですよ、うん、そうですよね、思い出の曲でもありますね。お父さんもこうやってましたけど懐かしい、まあ、そんな感じでですね、ちょっとある曲をお届けしたいと思いますので、はい、それではこの後6時まで内田彩とジョーさんとお付き合いください。この番組はキルガン万浴 BS ファイン鴨繊維の提供でお送りします。辛い足元の冷え、キルガン万浴 BS ファインのレッグウォーマーはただふくらはぎにつけるだけで足湯のようにじんわりじわじわ温める。サンプル付き無料商品カタログのご請求は今すぐ0120-259-497鴨繊維まで。
内田彩アルバムあなたの板町。アメリカブランソンのミュージシャンたちと作り上げたハートフルなサウンドがあなたの心に響き渡る。内田彩6枚目のアルバムあなたの板町、詳しくは内田彩オフィシャルウェブサイトにて。それではスタジオ生演奏でお届けします。内田彩で花水木。空を押し上げて手を伸ばす君、5月のこと、どうか来てほしい、水際まで来てほしい、つぼみをあげよう、庭の花水木、
ックス 075-431-2300 メッセージリクエスト待ってます。内田や J カントリー、あなたの体を冷え疲れから守るキルガン万浴 BS ファイン。ジョーさんって花粉症ですっけ？ちょっと花粉症ですよね、たまに、ね、たまにってまあそう、私もね結構花粉症なんですけど、もう昨日ぐらいから結構花粉が飛び出してるんですよね。鼻こそない感じがしますね、ですよね、ありますよね、はい、そんな時にもですね BS ファインマスクあるんですよ、ジョーさんも下張りますよね、僕が寝る時とかやってますね、飛行機の中とかね、はい、私ももうまあもうめちゃくちゃもうこれは超愛用してますね、はい、BS ファインのお休みマスクということで、BS ファインのお話、今週もこの方にお伺いしていきたいと思います。 BS ファイン鴨繊維株式会社代表取締役の角野光俊さんです。もしもし、こんばんは、よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いいたします。なんかちょっと昨日今日あたり暖かくなってきましたね。ね、ちょっと春っぽい空気がなんとなく感じられる、ね、ですけども、花粉が社長飛んできました、ついにいや、実は昨日まで、はい、あの関東にいたんですけども、はい、たまたまあの飛行場で隣の方がですね、はいはいはい、いや花粉が気になりだしたって言われましてね、もう反応した、今日は絶対にマスクのお話をさせていただこうと思ってなるほど、それで、まあ、マスクの話なんですが、はい、実はですね、はい、この、お休みマスク、夜専用マスクなんですが、はい、私どもの BS ファインのインナーウェアを着用されてたお客様が、はい、花粉症が楽になったって言われたんですね。あ、 BS ファインのインナーを着用されてて花粉症が楽になった。あ、なるほど。そんなバカなことないだろうと、はい、社長思われて、私も思いまして、はい、でもマスク作ったらどうですかっていうことになりましてね。あ、なるほど。いや試しにマスクを作ろうと言って、うん、あの当時、携帯のサイトがありまして、はい、それでまだ人数が300人ぐらいのサイトで小さかったんですが、はいはいはい、モニターを募集したんです。あ、マスクの、はい、そうです、ちょうど花粉の時期2月だったんですけどね、はい、でそうするとあっという間に10分でも20名ぐらいの方がすぐ申し込みされてきて、やっぱり皆さん悩んでらっしゃるんですね、すぐに止めたんですね、はい、まさかそんなに止まってる方が多いと思わなかったので、私花粉症じゃないので。あ、そっかそっか、なるほど。 それでマスクを作って、はい、ですぐにお送りして、でモニターの方のアンケートを1ヶ月後に取らせていただいたんですね、はい、そしたら 85% の方が何らかの形で良かったという話になったんですね。すごいな、85%。 すごいですね、 85% って。でなんでと思ったので、はい、私ども岡山県津山市なので、はい、津山の近くの方にお願いをして集まっていただいたんですね、はい、うんうん、でヒアリングをしたら、はい、実は皆さん夜が一番辛いということが分かったんです。うんうん、分かります。で、なんでですかっていうと、鼻水とか鼻づまいで鼻水が止まらなくなって、はい、朝大変なことになるということをお聞きしましたね。はい、で、じゃあ夜用のマスク、夜じゃあつけたらどうだったんですかっていうと、はい、鼻が通って鼻水が出なかったという。うん、でじゃあ夜用に変えた方がいいですんで、それ夜がいいですよっていうことを皆さんに言っていただいて、はいはい、夜専用マスクを本格的に開発することになったんですね。なるほど。これでお休みマスク、はい、そうです。あの普通ね、お休みマスクだけだとあまり売れないからダメっていうふうに思われるかもわからないんですが、はい、でも一番皆さんお悩みの時に使っていただくのが一番ですからね。そうですね、もちろん、で実はこのマスク、はい、私ども特許まで取ってるんですね。わあ、そうなんですね。でそれは実はこのマスクはあの普通の布製のマスクなんですが、はい、肌着をずっともう40今年で6年目なんですね、肌着作りをして、はい、でその肌着作りの技術をもう徹底して詰め込むという形で作ったものですから、例えば生地は肌着用のメッシュ生地なんですね。うん、そうですね、ですごく柔らかいですもんね、はい、で内側が BS ファインの糸が入っているので、はい、呼吸をすると息が出ますよね、はい、その息がその生地に BS ファインの糸に当たると、うん、より効果的にあの口とか鼻の周りを温めて保湿してくれるんですね。そうそう、なんかじんわり温かいですもんね、やっぱり BS ファインのお休みマスクは、ええ、
で呼吸がしやすいので例えば眼鏡をしていただいても眼鏡が曇らない、そうそうそう、あのマスクって大体ね眼鏡曇って困るっていう方多いって伺うんですけど、そうです、このマスクは大丈夫らしいですよね。そうなんですね。で夜マスクをつけると耳が痛くてつけられないって方多いんですよね。あ、うん、きつかったりね、はい、しますね。で本当はとても大変なんですが、はい、実は耳ひもに調整機能をつけてるんですね。そう、これ自分のサイズに調節できますよね、はい、うん、ですから顔にぴったりフィットしても耳が痛くならない、はい、で耳ひもも、スピンテープといいまして肌着用 の, あの、はあ、資材を使ってるんですね。あ、そうなんですね。だからすごい優しいんですね。でそうなんです。で留め具は実は、婦人用 の,、はい、あのブラの留め具なので、あ、こうどうしても寝た時にやっぱり傷がついたりしたらダメですからね、はい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 、肌に優しい、うんうん、なるほど。だから本当にこのお休みマスクはなんかしてるけどしてないみたいな、すごくもうつけ心地がとってもいいですよね。で、保湿してるのに蒸れないと思う。そうそうそう、そうなんですよ。だいたい、まあ、マスクねしてたら、まあ、もちろん保湿ちょっとされるんでしょうけど結構蒸れたりして、うん、ちょっと嫌だなっていう時もありますけど、本当にサラサラっとしますよね。で、あのこういう布製のマスク、特にあの、うん、昔よくあったガーゼなんかのマスクをすると、はい、ちょっとつけて置いておくとすぐ匂ってますね。ああ、匂いも気になるところですよね、マスクってね。そこが、はいはい、BS ファインは糸そのものに抗酸化機能があるので、はい、実は匂いにくいんですね。おお、なるほど。ですからあの置いておいてまたつけても、はい、あまり匂わないので、うん、気にならないでそのままつけていただける。でしかもこれすぐ洗ってすぐ乾きますもんね。そうです。お休みマスク。吸水速乾素材でやってるので、うん、本当にもう洗濯機でネットに入れて洗っていただいてもいいんですが、うんうん、もうお風呂にあの入るときに一緒に持っていただいて、そうそうそう、ええ、さっと洗って、お嬢さんようにさっと洗ってバスタオルでポンポンってやったらもうそれつけれます。そうですね。若干濡れててもなんかそれが加湿になっていいかなぐらいな感じで私結構使ってます。うん、で多分あの内田さんもそうだと思うんですが、はい、このマスク結構持つんですね。めっちゃ持ってますよ。あの、まあ、私3枚持ってるんですけど、かなり使ってますけどまだまだいけてますまだ全然いけてます。え、ジョーさんも、だから使いまくったんですよ。1枚目で、まあ、2年ぐらい持ってる。1年、ジョーさん使い始めて1年ぐらいですかね。で最初ね値段がこれあのやはり、あ、1枚そうですね、税込み2160円、うん、2枚セットは3780円ですね。はい、最初高いと皆さん思われるんですね。あ、まあ、でも実際には使い捨てますから考えると、そう、まあまあ、そう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 、そうそうそう、私もそう思いました。ジーンズもそうですし、何でもそうです。あ、ビーサイドジーンズビーサイドすごい長持ちするので、ね、そうなんですよ。もっと早くダメになったらもっと儲かりますよってそういうつもりでやってるわけではないので、そうですよね。めっちゃこれ本当に長持ちします。あの本当に夜風邪しやすい方とか、うん、喉が乾燥しやすい 方、ね、あの花粉症の方だけでなくしても、はい、夜使っていただくといいですし、それから昼間使うときは、はい、あのメッシュ生地ですから花粉はやっぱり通してしまうので、うん、中にはあの少し水分を含ませて上からマスクをされているととてもいいという方もありますね。そっか、そういうふうな使い方もできるんですね。そうです。であの昨年ピンクの女性らしい、そうそうそう、ピンクとでブルーホワイト2色で、はい、で M サイズ、そして L サイズもございますのでね、はい、ぜひ皆さんこちらの方ぜひぜひチェックしていただけたらと思います。このねもういろんな BS ファインの商品が載っているあの無料のカタログがありまして、はい、まずこちらお問い合わせください、ご請求カタログをねご請求いただきますとサンプルリストバンド BS ファインのサンプルリストバンドを1枚お送りいただけますので、ぜひ手首足首にはめてねこの BS ファインのじんわり温かくなるのを実感していただけたらと思います。お問い合わせ先の電話番号申し上げます。キルガン版浴 BS ファインのお問い合わせ先です。電話番号 0120-259-789 0120-259-789 カモ繊維までお問い合わせください。もちろんあのインターネットの方でも BS ファインキルガン版浴調べていただきましたら出てきますので、そして社長今あれですね、体感販売会が、はい、あのやっておりまして、明日からが山陽百貨店さんの西館2階 で、はい、明日の21日水曜日から2月27日の火曜日まで、そして、はい、今日は夜の8時半までだったら大丸梅田店の1階で、あと松坂屋の高槻店2階は6時半まで、もうこれはちょっとあとちょっとですけれどもね、はい、でも今日マスクありますからね。そうですね、ぜひ
あのお時間がある方は見ていただければと思います、はい、ぜひぜひチェックしていただけたらと思います。ということでまた社長来週もいろいろあ、はい、そうだそうだこれもありますね。あのキャンペーンも2月28日までのキャンペーンもねやってらっしゃいますね。そちらの方もネットの方でもチェックしていただけたらと思います。はい、はい、ということでまた来週もいろいろお話聞かせてください。ありがとうございました。内田彩、J-J-Country、KBS 京都からお送りしています。 KBS 京都ラジオから生放送でお送りしております内田彩 J-Country。 さあ今週のメッセージテーマオリンピック見てますかですけれども、私ももうねなんやかんちょこちょこ見てて、でもジョーさん私たちがね名古屋のライブをして、はい、まさに歌っている時に、はいはい、羽生くんがあの金メダルを取ったらしいですよ。あ、そんな時に皆さんよく来ていただきましたね。考えたらだってすごい視聴率だったらしいですからね。あ、そうでしょ。半分ぐらいあるのにちゃうの。それでもいっぱいだったもんね名古屋の会場。ありがたいですね。もうそれは録画でいいっていうふうにしてきてくださった、羽生さんより俺らからの上でそれはまあちょっと嬉しいですね。と言うていいの嬉しいことで、はい、いろいろメッセージ来ております。この方は、カエデッチさん、オリンピックですか、見てるとか見てるのですけどね、なんとなくオリンピックという実感がなくて、私のイメージではオリンピックは遠いところで開催されていて日本とは時差があって日本時間の真夜中に中継されていて眠くてぼーっと意識朦朧でテレビ見るのがオリンピックなんですよね。なるほどね。韓国と韓国でしょ、まあ、時差がほとんどないんで、ないでしょ、なのでちょっとオリンピック感が今回ないという感じですね。あ、そういう意味でないと。あ、次は東京、もちろん時差なんてありません、リアルタイムです、あまりにも短すぎますよねってそうですよね、時差ない方がいいんじゃないのそのマリアルタイムで見られるしまあね、はい、たっくんさん、銀や銅最初多かったんです、金は今回取れないだろうと思った羽生選手、そして小平奈緒選手やりましたねと、日本の誇りです、まだまだこれからも期待したいですと。そうですね、まだちょっと金の可能性いろいろありますしね。おかっちさん、オリンピックは嫁とテレビにかじりついて見ていますよ。嫁は羽生くんのジャンプの時には画面から目をそらしていました。もしこけたらと心臓が止まると言ってね、内心心臓に毛が生えてるのに止まるわけねえだろうと思いながらとなるほどね。でも分かりますね、ドキ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 ね、うん、見てる方もねしますけれども、まだまだ来ておりますけれども、引き続きお付き合いください。内田彩 J カントリー。辛いお腹の冷え、キルガン満浴 BS ファインのウエストウォーマーはただつけるだけで岩盤浴のようにお腹を温め朝までぐっすり眠れます。サンプル付き無料カタログのご請求は今すぐ 0120-259-497 カモ繊維まで。内田彩セブンスアルバムミュージックボックス、心と耳に馴染む歌声とハーモニー、そしてどこか懐かしいメロディーライン、ハートフルなサウンドであなたの心のオルゴールを奏でます。内田彩セブンスアルバムミュージックボックス、詳しくは内田彩オフィシャルウェブサイトにて。内田彩 J-Country KBS 京都からお送りしています。内田彩 J-Country 生放送でお届けしております。さあジョーさん、今週の日曜日は、はい、バレンタインシーズンワンマンライブ京都でございますよ。来てくださいね皆さん、ラストです。2月25日日曜日、はい、お昼なんですよね、はいはい、11時オープン12時スタートで、会場はモダンタイムス、楽しいですよ。木屋町三条上がるエンパイアビル地下1階にあります、はい、歌いっぱい笑いいっぱいそうですね、はい、もです涙もあるやろし、涙もあるのかどうなのか分かんない、はい、チョコレートもあるし、そうそうそう、チョコレートゲットコーナーもありますしね、はい、はい、予約いただきますと1000円、当日受付1500円、ベッドドリンク&フードが1000円となっております。メール予約はねブログやホームページの方見ていただけたらと思うんですけど、電話予約の電話番号言ってきますね。 075-212-8385 075-212-8385、はい、これが電話予約となっておりますので、ぜひ皆さん美味しく食べて飲んでライブ見て、約だいたい2時間ぐらいですかね、そんなもんでしょうね、はい、12時間2時間までかな、はい、合計2000円でトータル予約したらね楽しめますので、ぜひいらしてください。ジョーさんの漫談 CD も500円で50分ですからね。そう、あれはね1分1円かそういう感想、そういう感想まあまあまあ、あのそんな感じでね、ぜひ皆さんいろいろありますので楽しみにしていらしてください。バレンタイン仕様あのセットリストとかもねちょっと考えているのでね、ちょっとねあのいつもと違う、ね、うん、感じでちょっとお届けしたいなと思っております感じで、はい、はい。そしてあと3月11日日曜日、
京都府立テルサホールで開催されます京都オープリカントリーミュージックコンサート、こちら出演も決定しております。出演時間がねお昼午後の2時40分頃からとなりましたので、ぜひいらしてください。前売りは3000円、当日3500円、ご予約の方はねあのメールの方でよろしくお願いいたします。ブログやホームページ、 Facebook の方チェックしていただけたらと思います。さあ来週のメッセージテーマいきましょう。来週のメッセージテーマはおひな様、おひな様、もうちょっとでねひな祭り、あもう3月がやってきます。まあまだ 来週はね2月ですけど、おひな様でこれでいきたいと思います。メールアドレスはaya@kbs.kyoto、ファックスは 075-431-2300、 また KBS 京都のホームページにリンクされている番組ホームページのお便り送信フォームからもメッセージを送っていただけます。メッセージを送ってくださった方の中から毎週抽選で3名様にラッキーペニーキーホルダー、そして BS ファインのサンプルリストバンドリパンフレットセットにしてプレゼントいたしますので、住所お名前お忘れのないに書いて送ってきてください。さあまだまだメッセージ紹介していきましょうね。あ森山塾さんから歌の感想来てましたね。あやちゃん、ジョーさん、こんばんは。花水木のあやちゃんバージョンめっちゃ良かったです。2月25日のモダンタイムスでのライブ、ジョーさんとの漫談 CD も楽しみにしていますと。あ、ありがとうございます。お待ちしております。この方は森山ジックさん。あこの方、ピョンチャンオリンピック、私は女子カーリングに注目しています。カーリングあれ面白いですよね。不思議、ね、あれシュ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 ってこう磨いて、結構皆さんの声がダイレクトに入ってるのがなんか私面白いなと思ったけど違う。三重県のユッキーさん。あボブスレー、これなんかジャマイカが日本の素晴らしいボブスレーを使わない。あジャマイカの選手、ジャマイカも出てんの。えどうなんやろ、出てますかね。出てるんですか。これ映画とかありますもんね、うん、水星市のマスターさん、台風54号さん、天野純さん、琵琶湖の不老長寿さん、ブーニャンさん、彦根城太郎さん、田舎の熊さんさん、そしてそしてこの方はアンさん、あとはジンさん、やっぱあの高梨サラちゃん、サラ選手のやつも ね結構来てますね、はい。小娘藤野山さん、ひーちゃんさん、トワイライトムーンさん、そしてそして、スパーク野郎さん、イエローバスターさん、街中スキップさん、琵琶湖さん、カルミンさん、そしてそしてこの方は、いちごさん。あこの方も高梨選手銅メダルでしたねという風に、やっぱ大人にならはりましたね、サラちゃんね、美人になりましたね。なんか大人の女性にならはったなって感じがしましたけど、はい、他にもカーミちゃんさん、あと宿広島、小錦堂さん、兵庫県から聞いていただいてありがとうございます、などなど本当にたくさんメッセージありがとうございました。ということでジョーさん、今週は日曜日、はい、皆さん、はい、モダンタイムスでランチライブありますので、気楽に声かけてください ねぜひ皆さん楽しみいらしてください、はい、また私の内田屋のブログホームページもチェックしてくださいね、ということでバイバイ。皆さんバイバイ。この番組はキルガン万浴 BS ファインカモ繊維の提供でお送りしました。